これをずっと積み重ねていくとブランドになってくるよね、自分のね。ハムコさん、ハムコさん、明日って虎の日ですよ。虎の日だよ、ずっと待ってた。待ってたんですか、ハムコさん。だって虎の日ですよ。金運の虎の日ですよね。なんか虎するんですか、虎の日。やっぱり、虎の日は金運じゃないですか。金運にまつわることをやるっていうのを、やっぱ私すごい大切にしてるので、お財布を新調するとか、買ってあったをその日に使い始めるとかがいいんですよ。待ってたんですよ、そのタイミングをずっと。ハムコ、財布買い替えるの今年何回目よ？ 4 回目ぐらいじゃない？それ毎回言ってない？ちょっと待ってくださいね。今回で5回目です。それは嘘だろ。私は、そのぐらいお財布を虎の日に変えるっていうことに命かけてるんです。なんでそんなに買い替えてんの？やっぱりお財布にお金が舞い込んでこないと困るし。いや、舞い込んできてる？それで。お金ですか？金欠ですね。それちょっと財布買い替える頻度を少なくすれば、もうちょっとお金持ちになれるかもね。そう、なんか毎回お財布にかける予算が取れなくなってきてるんですね。そういうのね、本末転倒って言うんだよね。ガーン。でもやめられないんですよね。いい日だって言われちゃうと、やっぱりその日にやんないと損な気がしちゃって。熊尾さんもだってどうですか？虎の日意識してないですか？してますね。してるんですけど、じゃあ具体的に何やればいいのっていうのがあんまり分かってないので、今日はですね、やっぱりお金持ちになる方法について3人さんに聞きたいなと思っているんですよね。お金持ちになる方法？俺いつも YouTube でいろいろお金持ちになる方法言ってると思うんですけど、何が聞きたい？このチャンネルはいろんな状況の人がね、見ていると思うんですけれどもね、精神と富の部屋なので、幸せなお金持ちになりたいって人が見てると思うんですよね。そうなの？みんな本当にお金持ちになりたいって思ってます？思ってると思います。じゃあ思ってるでいいんですね。いや、でも、サニーさんいつも言ってくださってる通りね、お金持ちになるためにやるべきことって結構たくさんあると思うんですけれども、結局いっぱいあって、何からやればいいか、何から手をつけていけばいいか、僕も分かってないですし、分かってない人多いんじゃないかなと思ってですね、なるほど。ゼロからぜひ何をやればいいか教えてほしいなって思います。漠然としてるけどね、長くなってもいいのかな、これは。もうむちゃくちゃ朝5時までかかってもいいので、ぜひ 教えてそくれだはさい。ダメだろ。サンリーさんが最も貧乏だった時っていつなんでしたっけ？自分が最もその貧乏で困ってたのは10年ちょっと前なんじゃないかな。っていうか、10年ちょっと前までずっと貧乏だったんだよね。この貧乏な状態嫌だなと思ったのが10年ちょっと前かなっていう感じかな。そのどこかのタイミングでお金持ちになりたいと思って奮起したわけじゃないですか。したまあ、当時はね、ファイヤーしたいとかね、まあ、昔で言うとセミリタイヤっていう言葉が結構流行ってたと思うんだけど、セミリタイヤしたいなっていうふうに思ってた。その貧乏時代のサンリンさんを思い出していただいて、今のサンリンさんに例えばね、なれるようにアドバイスしてほしいなと思うんですけど、いかがでしょうか？なるほど。じゃあもうその当時のね、貧乏時代の僕が目の前にいたとして、何もやってこなかったと。で、そっから幸せで自由なお金持ちになるために何をやればいいかってことかな。それでお願いしたいです。OK です。お話ししていこうと思うんだけれども、大きく分けて3つあるのかなって思ってます。じゃあ、まあ1つ目からちょっとね、話していこうかなと思うんだけど、お金持ちになりたい、まあ、当時の僕みたいにすごい貧乏してきたっていう人は、お金のメンタルブロックといったものについて知った上で手放すっていうことをね、やんないとダメだね。メンタルブロック。お金のメンタルブロックっていうのは、まあ、お金に対して持ってる思い込みとか、特に否定的な思い込みだったり、否定的な信念のことなんだよね。例えばなんだけど、2人って言えばいいのかな？ 2 匹だよね。ハムコとクマオだから、2匹でいいよ、もう。こういうふうに思ってない？お金持ちになりたいんだったら、もう今日から頑張ればいいじゃんって言われたら、いや、お金稼ぐの難しくない？なんかそういうふうに思っちゃったりしない？自然。します。ああ、難しいって思っちゃうよね。明日からお前の時給10倍にしてやるわって言われたら嬉しいかもしんないけど、10倍ちょっと怖いって思わない？その分重たいことやらされそうみたいな、そういう恐怖とか。裏があるんじゃないかとか、もらっていいのかなって。そう、なぜかお金のことに関してはみんなこうやって否定から入っちゃうんだよね。これがメンタルブロックって言って、こういう変な思い込みがみんなたくさん持ってるから、ストレートにお金を得るっていう行動が取れないんだよね。怖いけど、なんでそうなっちゃうんですか？これはね、幼少期の育った環境だったりだとか、あと、まあ学校教育もそうだと思うし、テレビとかさ、映画とかドラマとか、そういうこうみんなが見てるエンタメなんかにもそういう要素が入ってて、実は、まあ洗脳みたいなもんなんだけど、例えばドラえもんって2匹は見たことあるでしょ？
ドラえもんの中に出てくるお金持ちって誰？スネオくんですかね。スネオだよね。スネオいいやつ？好き？嫌な感じのやつ。意地悪したり、ジャイアンの後ろにくっついて、小ずるい感じする。そんな感じするよね。みんなのお金持ちのイメージってちょっとこういう感じじゃない？なんかずるいことしてるんじゃないかとか、嫌なやつなんじゃないかとか、意地悪なんじゃないかとか、ずる賢いんじゃないか、ちょっとそんな感じしない？癒しさが見えますね。癒しいって思っちゃうね、お金持ちのこと。はい、こういうことなんだよ。要は、そういう風に思わされちゃってるから、まあ、僕もそうだったんだけど、そういう風な思い込み持ってる人って、お金持ちになりたいって思えないじゃん。はい、そうですね。ああはなりたくない。まあ、そう、ああはなりたくないって思っちゃうんだよね。これがメンタルブロックなんだよ。心理的な障害になっちゃってるわけ、はい。そういう自分の中の勝手な思い込みとかイメージが、実はその人生の選択するときの、そこに影響しちゃってるんだよね。例えば、僕は相当なこのメンタルブロックがあったから、昔、大学生時代に就職活動したときに、何を基準に僕が就職活動してたのかっていうと、給料がそんなに良くない会社に入ろうと思ったの。いい会社じゃなくて良くない会社。どっちかっていうと、その安定している会社。だけど、そんなにめちゃくちゃ給料が高くないっていう会社ばっかり狙って、実は受けてたんだよね。で、これなんでなのかっていうと、ある程度以上の給料をもらっちゃったら、すごい働かされるんじゃないかとか、すごい辛いことされるんじゃないかっていう、激務なんじゃないかとかね。そういうイメージがあったから、そういうちょっとこうそこそこの会社にだけ応募するっていう、すごい消極的なやつだったんだよね。これ今考えたら、まあ、メンタルブロックだって思うんだよね、うん、なるほど。サーニンさんもやっぱり当時は無意識にドラえもんの影響とか受けてた可能性ありますよね。いや、だいぶあるんじゃないかな。びっくりです、あの国民的アニメが。そうならないようにセーブしているとか、うん、もらわない環境を自分で選んでいるってことですもんね。そうそうそう、そういうことよね。こういうのもあります。例えば親とか学校の先生とかから、うん、あんたは大したことないみたいなね、そういうニュアンスのことを言われたとするじゃない。そしたら自分がこういうものになれるっていうふうに思えないよね。自分のことを信じられないから。これも実はメンタルブロックで、自分が生活に困窮していますと、ただ単純に考えれば、困窮してるんだったらそうならないようにお給料のいいところに就職活動するだとか、自分で事業を起こすだとかすればいいじゃん、はい、すれば変わるはずなんだよ、ね、人生って。だけど私にはできないから入っちゃうでしょ、っていうのが実はね、お金を得ていくっていうところにブロックがかかっちゃうっていう、まあ一つの例でもあるよね。なるほど。あなたは大したことないって、うん、結構私も言われたことあります。いや、日本の親はよくそういうこと言うんだよ、うんうん、そうですよね。うちの子は大したことないんでとかって、うん、あ、そう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 、お母さんが隣の家のお母さんに、うん、いや、うちの子は大したことないからって言ってんの、うん、私は聞いているみたいな、うん、思い出しましたね。そうなのよね。そういうのが、まあ、メンタルブロック、広い範囲での本当メンタルブロックでね、お金のメンタルブロックになっていて、頭では私も頑張って稼げばいいんだって言って最初はね頑張れたりするんだけど、どっかで私なんてどうせみたいな、その昔親から言われたこととか先生から言われたことに影響されて行動が続かないとかね、でこれでお金が稼げないんです、また困窮に戻っちゃうんですみたいな人も結構いるよね。これメンタルブロックだよね。無意識のところでブロックがかかっちゃってるんですかね。引き戻されちゃう感じですよね。うん、結構ねそういう人多いんじゃないかなって思うし、メンタルブロックのチェック方法っていうか、人前でお金の話をすることに対してちょっとこう抵抗を感じちゃうみたいな人、これってお金にメンタルブロックかかってるってことなんだよ。例えば友達とかに、私今これぐらい稼いでるんだけど来年にはこれぐらい稼げるようになりたいのよねみたいな、こういう話ってしないじゃん。私できないそれ。できないよね。でも他のことだったらできたりしない？例えばバッグが好きな人だったら、私来年のいついつまでにこのバッグ買いたいのとか、こういう話って女子会とかでしない？しますします。 あよかった。俺女子会参加したことないからさしませんって言われたらどうしようかと思ったんだけど、それぐらいするよね。大正解です。しますします。そうよね。これってよく考えたら本当におかしな話で、そのバッグ、うん、結局お金かかってるじゃん。来年までに私いくらいくら稼ぎたいって言うのはなんか気が引けるのに、うん、同じことじゃん。カバン買うってことってそうです、お金なんだから。なのになぜかカバンのことだったらみんなできるんだよね。間違いない。そのカバンいくらしたのは聞けるけど、あなた給料いくらってなかなか聞けないのも一緒ですかね。そうですよね。別には聞かないでいいんだけど、うん、確かに聞けないよね。これがメンタルブロックなんだよね。お金に対して恐れ多いんじゃないかとか、触れてはいけないんじゃないかとか、タブーなんじゃないかっていう考えがどっかにあるんだよ、うん、でその考えがまだ自分の中にあるのに起業しちゃったりなんかすると、これ苦しいよね。怖い。
ずっと抜け出せない気がする。僕もいろんなこうフリーランスの人とか、まあ、起業家の相談を受けることもあるんだけど、これ僕のね、体感ですよ。経験則で言うと、儲かってないフリーランスさんとか自営業さんの9割がこのメンタルブロックが原因ですね。だってみんなやり方ってさ、どこでも学ぶことができるじゃん。例えばじゃあ YouTube の伸ばし方ってさ、そういうスクールいっぱいあるでしょ、もう。ざっくりその起業塾とかもいっぱいあるじゃん。こういう風な手順で起業すればうまくいきますよっていうやり方はみんなアクセスできるじゃん。全く同じそういうところで学んでるのに、成功する人と成功しない人が分かれるんだよね。やり方が問題なんじゃなくて、その人の中のお金に対するメンタルブロック、これがどれぐらいあるかっていう、実はそういう観点でも言えるんだよね。なんで差が出るのかなとか、私はいつもそういう講座とか企業塾に申し込むんですけど、結果的にお金だけ払って結果が出ないタイプなんですよ。うんうん、それはなんでだろうって、何が違うんだろうってすごく思ってて、そこだったんですね。お金に対する苦手意識とか、もうイメージの問題だよね、これって。どういうイメージを持っているか、ここに本当は全てがかかっていると。気づかないしね、言われないと、でもメンタルブロックが自分の中にあることが分かったし、実は私が小さい時からそれが積み上がってきちゃってるっていうのは分かったんですけど、ってことは私お財布買っても意味ないっていうことですよね、虎の日の意味ないっていうか、一つのまあいい心がけではあるとは思うんだよね。その財布をきれいにするだとか大切にするっていうことじゃん、はい、で僕もそれは未だにやってるし、当初お金持ちになりたいなって思い始めた時にまずやったことも確かにそうなんだよね。財布をきれいなものに買い替えてきれいに使うようになったっていうのはあるから、全然それはいいと思うんだよね。でもまた別の観点というか、このメンタルブロックっていうね、財布も確かに大切なんだけど、もっとこう自分の心の奥の方にね、お金がこうなくなっちゃうとか貧乏になっちゃうっていう原因は心の方にあるんで、まあ、そっちを見ていくっていうのがすごくいいのかなというふうには思ってる。そうですね、私そのメンタルブロックどうにかしたいなって今すごく思ってるんですけども、どうやったらいいんですか？じゃあお金のメンタルブロックの手放し方っていうところね。はい、絶対それ取りたいなと思いました。いくつもあります。別に一個だけじゃないんだけど、まあ、僕がまずおすすめしているのが、一つ目が EFT タッピングだね。やっぱりタッピングか、まあ、僕はこのお金のメンタルブロックを手放すために自分自身もねずっと使い続けてきてるし、本当に一番効果があるなと思ってるのがこの EFT タッピングなんだけど、まあ、本来この EFT タッピングって心理セラピーだから、別にそのお金のメンタルブロックを手放すためのものじゃないんだよね。もともとはストレスを抱えていたり PTSD だったりだとか鬱だったりだとか、そういう本当にこう病院にかかっちゃうようなねレベルの人のためのセラピーなんだけど、この強力なセラピーをお金にね使うことで本当にこう強力な効果があるということで、いつもお伝えしている公式 LINE の方でこれ学んでいただけますので、はい、こちら登録していただければ、このお金のメンタルブロックの手放し方で、その EFT タッピングを使った手放し方を無料でお伝えしていますので、ぜひこちら受け取ってみてください、はい、まず一つ目ね、 EFT タッピングってやつと、あと二つ目が、ごめんねこれもすごい手前味噌なんだけど、はい、金のなる本っていう本があるんよ。はい、はい、僕が書かせていただいた本なんですけれども、ここにワークが実は載ってます。はい、お金のメンタルブロックを突破するワークがたくさん載っているんで、まあ、このワークもねやってほしいかなというふうに思います。これ2匹これ買った？買ってくれた？もちろん買いました。はい、あの子買いました。でもあれでしょう、ワークをやってないとかでしょ、どうせ。なんでわかるんですか？いや、やれよなんでわかるんですかじゃねえよ一応やったって言うと言ってくれない？そこ開いたんですよ、でもそっと閉じてしまいましたそっと閉じたんだね、すいません。はい、まあ、熊尾くんにはやったかどうかはもう聞かないであげます。熊尾くん一応やりましたよやったんだ久しぶりに積ん読しない本に出会えたなと思いましたよ。お、素敵な本ですよ、金のなる本。本当面白かったですよ。いや嬉しい。これね、見ていただいてる皆さんも今キャンペーンいろいろやってますんで、多分キャンペーンの QR コードとかもこの辺に出てると思います。リアル店舗に行って買っていただくですとか、Amazon でご購入いただくですとか、いろいろなんかあるんですけれども、今すごいグッズがプレゼントされたりだとかいろいろありますんで、ぜひこちらお読みください。で、2つ目だったんだけども、3つ目がこれめっちゃ大切だから、これ本当に今日からやってっていうやつが、すでに裕福な人と懇意にするっていうこと。もうこれが鉄板だよね。なるほどですね。そう、すでに裕福な人と懇意にする。例えば僕だったら当時すごい貧乏だったんだけど、
ど、コーチになりたいって思ったのよ。ライフコーチ。なんか野球のコーチとかサッカーのコーチとかね、スポーツのコーチじゃなくって、こうカウンセラーみたいなやつをね、人の話を聞いて人生相談乗ったりだとか、仕事の相談乗ったりして、こう一緒に人生良くしていくみたいな、人生のコンサルになって、ライフコーチとしてお金持ちになりたいって思ったんだよね。もうそれが2014年の1月1日だったんだけれど、その時に僕がやっぱりやっていたのが、すでにそういうライフコーチとして、まあ、ある程度自分よりも成功していて、で自由に生きている人、こういう人たちに、まあ、実際に会いに行ったりだとか、企画に入って個人的につながるように頑張ったっていう感じ。なんでかっていうと、こういう話絶対聞いたことあると思うんだけど、自分の周りにいる5人の人の平均年収が自分の年収になりますよみたいな話聞いたことない？あります、うん、もうまさにこれで、やっぱり自分よりもこう経済レベルが高い人と付き合っていくと、自分の今の常識とは明らかに違う常識をその人たちってのは持ってるのよ。新しい常識を自分が取り入れないと、やっぱり自分もそうなることってできないんだよね。だから全然そのお金とか時間とかに対する考え方が違うんだよね、うん、経済レベルが違うと、うん、なのでここの自分の根本的な貧乏マインドを強制的に変えるために、自分よりも経済的に豊かな人と会いに行くと、でできる限り直接お会いしてお話を聞くみたいな、そういうことを何回も何回もやってたし、実は未だにやってる、うん、そうなんですね、徹底してますね、うん、皆さんで一緒に上に行きましょうよ。行きましょうよ、行きます、行きましょうよ。こういうことですね。ここまでがお金のメンタルブロックの話だったかなっていう感じかな。で次がね、今まで自分貧乏だったけど、これからお金持ちになっていきたい、はい、やるべきことっていうのは、無形資産に時間とお金と労力を投資するっていうこと。無形資産、はい、無形資産です。無形資産っていうと具体的にどういうこと言うんですか？実はさっきの自分よりも裕福な人と懇意にするっていうのも、これ実は無形資産を築いてるってことなんだけど、これね、覚えておいてほしいのが、まあ日本円で年収3000万円以上をコンスタントに自分が引き寄せられるようになるまでは、無形資産に投資した方がいいんですね。なんか株買ったりだとか、不動産買ったりだとか、投資っていろいろあると思うんですけど、はい、有形資産っていうのは、やっぱり自分がそれなりに豊かになってから有形資産に投資すると、すごくこう資産っていうのは増えるんだけど、最初は自分自身だったり、物じゃないものに投資すること、人脈だったりね、スキルだったり、信頼だったり、自分のブランドだったり、あと健康もそうだし、仕組みだよね。例えばこの YouTube とかもそうなんだよ。自分にとっては仕組みで、こうやってこう皆さんの前でお話をして、で知ってもらうっていう、この仕組みがあるわけじゃん、はい、だからこれをきっかけに自分のことを知ってもらって、で自分がやってるスクールとか、で自分がやってるプログラムとかをさらにこう広めていきたいなってことでやってるわけで、YouTube っていうのも実は一つの仕組みなんだよね。こう人が集まってくる仕組み、すごく本質的な話で、明日自分が無一文になっても、明日自分の財布から全財産がなくなってゼロになって、銀行口座がゼロになって、で自分が持ってる不動産とかもなんか知らないけど全部バーンって飛んだとしても、明日から自分が豊かに生活できるかどうかっていうことなんですよ。自分のスキルさえあれば仕事っていくらでももらえるわけじゃん。自分の知識さえあれば賢くそっからまた立ち直ることができるんですよ。そして自分の信頼さえあればまた人が集まってくるんで商売ができるわけですよね。人脈があれば誰かから絶対助けてもらえますよ。こういう YouTube の仕組みがあれば、ごめんなさい僕昨日なんかちょっと下手こいて無一文になりましたなんて言っても、普通に再生回数が回ってまたそこからお金が入ってくるわけじゃないですか。これもさっき言った仕組みなんだよね、はい、要はこういうものを作るためにお金を使った方がいいよっていう話なんです、うん、そっか、それがさっきお話しいただいた、すでに裕福な人と好意にするとこういうところも学べますし、タッピングとか学ぶとこういう無形資産にもなりますもんね。それがスキルになりますし、あ、そうだね、タッピングも確かに一つの無形資産だと思ってる。普通にちょっとこう客観的に見れば、俯瞰してみれば、確かにその通りだなってみんなこれ気づくと思うんだけど、お金だったりだとか、そういうこういわゆる有形資産だよね、必ず無形資産から生み出されてるんだよ。そうですね。でも考えてみたらそうじゃない、うん、結構自分自身に無形資産が全くなかったら、うん、有形資産を手に入れることはできないってことなんだよ。本当だ。だから最初からね、宝くじだとかギャンブルだとか分かんないけど、最初からストレートに有形資産を手に入れようとねするんじゃなくって、結局無形資産をたくさん貯めていこうよという意識をした方が、最終的に
ればお金持ちに絶対なれる。そういえば熊尾はこの前サンリンさんからご指摘いただいて宝くじ買わなかったですよ。よかったわ、買わなかったんだ。成長してますよ。タムコはええとか言って買ったんじゃん。またうろうろして買わなかったです。うろうろしながらタッピングして去ってきたんです。正解です。後ろに手組んで最初やってたんですけど、ちょっとうずうずして買いたくなって、2往復目でタッピングを思い出して、これ繰り返しやんないといけないなって思ったんですよね。あの三人さんと熊尾さんと話した時は大丈夫だなと思って確信したんですけど、うん、また宝くじ売り場に行ったら、うん、買いたいモードになってしまって人が並んでたりするから、誘惑ってあるんですよ。一等出ましたって書いてあるじゃないですか。ああね、確かに書いてあるよね、うん、そうなんですよ。でも本当そうですよね。私も今お話聞いてて、あちゃーって思いましたよ。財布を買ってたけど、私は無形資産に投資をしてなかったなって思いました。うん、そういうこと。まあ、スキルだったり知識っていうのは、まあ、いわゆる自己投資になるよね。企業塾入ったりだとか、まあ、自己啓発コミュニティとかもあるし、うん、何かこう、まあ、セッションの経験とかもそうなんだよね。今、コーチとかカウンセラーとかなりたいって言ってる人多いと思うんだけれども、まあ、そもそもそのセッションをしていくっていうこと自体がスキルだったり、知識になったりもすると思うし、だからやっぱ行動していくことだよね、うん、これもね、スキル知識っていうのもね。信頼をね、貯めていくっていうのもやっぱりそうだよね。周りの人からの信頼を積み重ねていくっていうこと。まあ、信頼を積み重ねていくって何なのかっていうと、結局お役立ちだよね。周りの人のためになることをやってみるとか、ちょっと自分の目の前の人が笑顔になるようなことをやってみるとか、まあ、こういうことなのかなっていうふうに思う、うん、でこれをずっと積み重ねていくとブランドになってくるよね、自分のね、うん、いうことか。確かに信頼も無形ですもんね。そう、信頼も無形だし、あとさっき言った人脈なんかもそうだよね。今全く何もお金もないです、はい、人脈もないですみたいな人は、まあ、こういう無形資産からね貯めていきましょうと、まあ、これが2つ目ですね。最後これは本当にコツコツねやっていただきたいというふうに思うんですけれども、感謝される生き方の実践、うん、実はこの感謝される生き方を実践すると、さっき言った無形資産の信頼だったりだとか人脈だったりとかもどんどん増えていくってことなんだけれども、感謝される生き方の実践ですよ。どうですか、ハムコさん、普段から感謝される生き方の実践ってなんか心がけてます？なんか思い浮かばないのと、何をしたらいいのかって悩んじゃうかもしれないです、私は。なるほどね。感謝される生き方を実践してくださいって言われたら悩んじゃうんだ。感謝されるってなんだって、まあ、要はこのね、感謝される生き方の実践っていうのは、世の中の人がどんなことで困っているのかっていうことにまず敏感になることです。私がどんなことで困ったんだろうでもいいよ。あ、そっちでもいいんだ。そう、昔私が困ったことって何、それ克服したことってなんかないっていう。私ある、それだったら見つけやすいかもしれないです。例えばハムコの場合何。あ、前の会社で働いてた時に、その昔会社の規則が厳しくって、ネイルがダメだったんですね。皆さんネイル従ってたんですよ、周りの友達とか先輩とか、うん、ネイルって目立っちゃうですね、うんうん、爪につけてると。じゃあ自分の爪に近い、すごくナチュラルで塗ってるようで塗ってないみたいな、ナチュラルなネイルができたらよくねって思って、それを勉強して、私は自分にすごくナチュラルな地爪みたいなネイルを施すようになったら、結構それが会社で有名になって、へえ、いいねみたいな。でも私は自分でセルフネイルでやってたので、うん、副業でお商売としてやり始めたんです。会社の定時の後とかに5時半ぐらいから会社の人にネイルをしてあげるっていうのを、うんうん、自分家の家賃ぐらいはそれで副業で稼いで時代がありました、うん、もうまさにそういうことよね。その時は多分できてたんよ。こうネイルができないよっていうことで、自分もね、まあ嫌だし、周りの女性もちょっと不平不満があったわけよね、そこに関してはね。バイクしたいっていう欲求があったんです。欲求があったんだよね、まあ、それってお困りごとなんだよね、要はね。お困りごとだった、確かにです。そうそうそう、なのでそれに対する解決策だったり、これをやったらみんなネイル楽しめるよっていうことを提案してあげたわけじゃん。そうです。感謝される生き方の実践じゃない、だってすごいありがとうって言われなかった、その時。なんでわかんですか、言われる。いや、だからそうだからだよ。世の中そんなもんなんだよね。ハムコちゃんのネイルいつもシンプルで、シンプルだけど可愛くてって、すごく感謝されてリピーター多かったんですよ。すごいすごい、うんうん、褒められてる。そういうことです。要はお困りごとへの提案っていうのはこういうことです。すごい納得しました、うん、具体的なことを言われるとそういうことがすごく理解深まりますね、うんうん、ハムコの話っていうのは結構上級者なのかなっていう感じも正直した。
そんな急にネイル自分でやるようになって、それを他人に施すようになって、でお金をもらうようになってみたいな感じで、これ結構トントン拍子でなんかうまくすごい言ってるような感じがするんだよね。きっとこれ聞いた人は、私そんなのできないとか、私そんなの持ってないって、またここでメンタルブロックがかかっちゃったと思うんですよ。これ僕はこの感謝される生き方の実践どうやって始めたのかお伝えしますね。これを聞けば私にもできると思うと思います、うん、はい、はい。僕の場合は人ん家の玄関先の掃除から始めたんですよ。自分家の前じゃなくて、自分の家じゃなくて人ん家の玄関の前を掃除するようにした。友達家ですか？友達じゃない、知らない人の。まあその時は本当にお金はなかったけど時間はあったんだよね。だからそういうことができたのかなというふうにも思うんだけど、なんかまあその時そういう教えで感謝されるってことをやらないと裕福にはなれないって聞いたから、でも感謝されるってなんだべってやっぱ思ったんで、じゃあとりあえず人ん家の玄関先掃除したら、そう、人ん家のね玄関先の掃除をしたらうつ病が治るっていう話があったんですよ。本当かどうか分かんないけど、そう、うん、で僕は別にうつ病じゃなかったんだけど、でもメンタルめちゃくちゃ弱かったから、まあうつ病みたいなもんなんだよね。じゃあまあそれも兼ねて、まあ、それも多分感謝されるような気がするし、自分のメンタルにもいいということで人ん家の玄関先の掃除から始めたの。これ何なのかっていうと、感謝をされるコツをつかんでねっていうことです。要は人ん家の玄関先の掃除から始めると、うん、世の中のお困りごとが目につくようになってきます。その第一歩が、人ん家の玄関先の掃除なんて別に誰だってできるじゃないですか、やろうと思い、うん、で別にその時にありがとうって言われなくてもいいんですよ。もう自分のためにやってるからね。でそうやって人ん家の玄関先の掃除やって、あ、確かにこれ感謝される行為だよなって自分でこう自覚が芽生えますよね。そしたらきっとね、また他のお困りごとに目がつくようになるんですよ。でこれをどんどんこう、うん、わらしべ長者のように、人のお困りごと、はい、感謝される生き方の実践、はい、お困りごと感謝される生き方の実践ってやってたら絶対お金持ちになります。はあ、最初は小さなことからやっていいってことですね。そうです、小さなことからやって、でどっかのタイミングで値段をつければいいっていうだけなんだよね。例えば、うん、だって僕が人ん家の玄関先の掃除やってたけど、まあこれあんまり誰も気づいてくれなかったから別に何もそっから話は発展しなかったんだけど、もしかしたらね、それを1年間続けてたら、なんか誰かが気づいてくれて、君玄関先の掃除してくれるんだ、毎週何ドルあげるよって言ってくれた可能性全然あると思うんですよ。チップぐらい多分払ってくれる人絶対いたと思う、ね、うんうん、でもサンリンさんって確かクリーニング屋さんの奥さんに話を聞いていて、うん、はい、悩み事相談みたいなことをやってたら、うん、引き寄せませんでしたっけ？そうそうそう、全く同時期に人事の玄関先掃除したりだとか、そのクリーニング屋のおばちゃんのなんか悩み相談に乗ってたのよね。別にまあそれ自然にやってた話なんだけど、そしたらなんか信頼されて急に、うん、なんか私のいくつか持ってる物件の部屋でなんかやんないみたいなこと言われて、だから本当にそうなの。今日お伝えしたことっていうのは僕の人生においても起きてきたことなんですよ、全部。そうですよね。いやでもそれちょっと感動しました、クマは、うん、それをナチュラルにやるから引き寄せる。それも人から見るとそんな運がいいわねって言われるかもしれないけど、それはまたメンタルブロックで、それかかってない、あのナチュラルにやるからこそ引き寄せるんだなっていう、この順番を間違えないようにしなきゃなってすごい勉強になりました、うん、素直ですよね。うん、素直。玄関先の掃除そんなのやって誰が見てるのとかって言っちゃいそうだけど、ひたすらやるっていうことですね。まあ僕はもう本当にどん底のどん底まで落ちてたから、やらざるを得なかったというか、まあさっき言ったみたいに時間はたっぷりあったから、働いてもなかったしクビになってたからね、バイト先を。なので自分には何もなかったから素直になれたっていうのはあるんじゃないかなって思うかな。サンリンさんにもそんな時期があったなんて。そしてクリーニング屋さんの話は何回か聞いたことありましたけど、玄関先の掃除、そういう感謝される行動の積み重ねがあったなんて思いもしませんでした。ハムコも頑張ります。頑張ろう頑張ろう。熊尾さんダメだよ、やんないと。頑張りましょう。もうやりたくなりました。むしろ今から掃除して目の前のコンビニ行ってちょっと募金してきちゃうかなと思っちゃったりしました。そんな話したっけ今。感謝ねされるもんね、確かに募金したら、はい、感謝される生き方の実践だよね、確かにね。実践ですね、うん、熊尾さんに私の家の玄関掃除してほしいです。いやじゃあ行きますよ。行ったことは内緒にして綺麗になってたら熊尾さんだと思ってください。私もやらなきゃな、ゴロゴロしてあげようかな。めちゃくちゃ参考になりましたね。なりました、うん、よかったよかった。
ありがとうございます。まあじゃあ、ここまでね、まあゼロからお金持ちになるにはっていう話をしたんだけれども、この動画をね、ここまで見て、なんとなくいい話聞いたなーで終わってしまうと、まあやっぱり明日の朝ね、起きる頃にはおそらく内容の9割ぐらいはね、忘れてるんじゃないかなと思うんです。でもこれだとせっかく動画見た時間がもったいないと思うんで、こう皆さんね、人生をね、実際に良くしたいと思ってこれ見てくださってるはずなんで、今日もね、この3人の話の内容を1枚の PDF にわかりやすくまとめた図解を作りましたんで、動画見終わったらすぐに受け取っていただきたいんですが、これってどうやって受け取るんでしたっけ？はい、ではここからは私の方で、まずですね、三輪さとしのいずれかの公式 LINE の方のトーク画面にまとめ使いとだけメッセージをください。送っていただくとすぐにまとめ使いがアップされているスプレッドシートが届きますので、そちらから該当のものを受け取っていただければと思います。はい、ありがとうございます。まあ、三輪さとし公式 LINE2 つあるんですけど、今日画面に出ているのは、お金の引き寄せだったり才能開花といった人生の豊かさにまつわるメソッドを解説している人生の5大自由ラインですね。こっちではお金のメンタルブロックを手放す方法だったり、自分自身の可能性を 100% いや 120% 解放して、時間、お金、場所、人間関係、心身の健康、この人生の5大自由を実現する方法をお伝えしています。まあ、すでにこのお金のメンタルブロックっていう概念を学んで、正しいお金との付き合い方をマスターした人から、好きなことで独立できましたとか、毎日のように臨時収入が入ってくるようになりましたみたいな声を2日に1回はね、そういう声もらっています。こういう人生が劇的に変わった人たちって、皆さん僕の月1月2でやってる LINE 登録者限定の無料の勉強会に参加して、お金のカルテを受け取ったっていう共通点が実はあるんですね。まあ、結局人それぞれ人生で目指してる方向性だったり現在地といったものは違うんで、まあ、本来一人一人のカルテをこうやって作って、その人に合ったアドバイスをしていく必要があるんですよね。いつも言ってるんですけど、ただなんとなくこの YouTube 動画見ただけではやった気にはなるけど、それでこう脳が書き換わるっていうところまでいかないと思うので、まだ勉強会参加されてない方はぜひこちら無料ですし、参加した方だけこのお金のカルテ作れますので、ぜひ LINE でお知らせがいったら即お申し込みください。はい、まあ、僕からはこんな感じです。今日すごい長かったですね。すごい盛りだくさんでした。はい、楽しかったです。勉強になりました。勉強になりましただけじゃダメなのでね、しっかりとね、そうだよね、時間で復習します。はい、よろしくお願いします。ほうきとちりとりを買ってきます。人んちのね、玄関の掃除ね、やってみてください。じゃあこれからもね、皆さんがより良い未来を築くためのヒントやアドバイスお届けしていきますので、ぜひ一緒に学んでいきましょう。三輪さとしとハムコとクマオがお届けいたしました、うん、あなたの大成功をお祈りしています。じゃあねー、ありがとうございました。金のなる本、誰でも再現できる一生お金に困らない方法が全国の書店様やアマゾンで好評発売中です。自己啓発やメンタル、あるいはスピリチュアルなことや開運法なんかも取り入れているんだけど、お金のことだけが好転しない、そんな方は早急に読んでください。アメリカでホームレス寸前の生活をしていた僕が、3年でお金、時間、場所、人間関係、心身の健康、この5つの自由を叶え、ファイアするに至った秘密のワークを一挙公開しています。 Amazon レビューで Amazon ギフトプレゼント、書店での購入で金のなるオリジナルグッズや金貨のプレゼントもしていますので、動画概要欄、コメント欄、そしてこちらに表示している QR コードから応募してみてください。